ミャーク筒は五穀豊穣や子孫繁栄を願い毎年この時期に行われているもので、池間島から分村した平良西原地区と伊良部の皿浜地区にも受け継がれています。このうち西原地区では今月9日、ウヤと呼ばれる男性たちが歌を歌いながら集落内を行進し、ところどころで力強いクイチャーを繰り広げ、五穀豊穣と地域の発展を祈願しました。伝統というのは決意でやっておかないと、また皆さんそれぞれ忘れてしまったら、この新たにやるのはちょっと難しくて。ミャーク筒は地域によって最長で4日間行われます。宮古島を代表する民謡の一つ、成山あやぐを受け継いでいこうと、今月9日、成山あやぐ祭りが開催されました。新型コロナウイルスの影響で3年ぶりの開催となった今回の祭りには、子どもの部と一般の部、合わせて28人が出場しました。訪れた人たちは月明かりと灯籠に照らされた幻想的な雰囲気の中、伝統の島唄に聞き入っていました。審査の結果、奥平一斗さんが最高賞の成山あやぐ大賞に選ばれました。